こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、ワクチンの話をしようかなと思いますね。ワクチンを受ける人と受けない人がいます。これはもうね、個人の選択ですからね。で、ワクチンを受けないことによって、社会的な制裁とか個人的な制裁はやっぱり避けるべきだと思うんですよ。というのがね、ずっと私たちは幼い頃からインフルエンザっていうものに関わってきましたよね。で、インフルエンザの予防接種と称して、通常公立高校、公立小学校か、小学校、中学校に通うと、なんか知んないけど問診票を書いてね、流れ作業のように学校に行って保健室とかで全校生徒みんな注射を打ってましたよね。そこに私たち子供や保護者の判断はほとんど入ってなかったと思うんですよ。中にはね、この温度計をバーッと振ったりとか、さーっとね、摩擦熱出して熱があるという体で注射を避けるというふうなね、子供もいましたけども、でもそれってのは本当に注射が嫌な人もいましたけども、でもどちらかというと冗談でね、熱を上げて、あ、こうやって熱って上がるんだみたいなことを確かめて、で注射を避けるみたいなこともありました。ただ単にね、注射針の痛っていうのが嫌だから受けなかったってことになるのかなと思うんですよ。でもそうやってインフルエンザの予防接種を受けなかった、ワクチンを投与しなかったからといって、何か不利益があったってことは多分なかったんじゃないかなと思うんですよ。もちろんどっかにはね、それを発端になんかいじめみたいなこともあったかもしれませんけども、でも今回のねことっていうのも、インフルエンザ以上に死亡率は低くて、問題がないといえば問題ないはずなんですけども、扱いはね、もう感染したら二度と生きて帰れないようなね、そんな危険度の高いものに分類されてますよね。それでいて、この今回のワクチンを打たない人には、ある一定のね、制限とか不自由が課せられるってことがあって、それをもとにすでにワクチンを打たない人はもうなんか都市伝説にね、毒された人みたいなレッテルが貼られてるのも皆さんの周りで起きてませんか？ワクチンについていろんな情報を発信する人、危険度を発信する人はなんかね、半ばカルトみたいな扱いを受けてませんかね。やっぱりね、お互い差別とか人を虐げるのが好きじゃないですか、これね。だから私はそういう心と戦ってはいますよ。でもぶっちゃけ、ある一定の人をカテゴライズして、そこに対してレッテルを貼るっていうのは皆さんされてるんじゃないかなと思うんですよ。ね、金持ちだからこうとか、高所得者だからこう、大企業の人はこうね、そんなことってないですかね。私も情報発信してる立場からね、ちょっとこれは言い過ぎちゃったかなみたいなね、権力を持ってるがゆえに権力者に対してのレッテル貼りをしてるなっていうところもあります。マスコミやマスメディアが嘘ばっかりだっていうことも言ってたと思いますね。でもそれは全体がそうということではなくて、やっぱりね、それがね、顕著に現れてるから我慢できないなってところもあるんですよ。でも私たち一般市民、一般国民の間でワクチンを今日この瞬間打ってないからといって非難することって適当なのかなと思うんですよ。しかもこれがね、政府分科会などがワクチンパスポートみたいな明確なレッテルをね、貼ろうとしてるわけなんですよ。本来だったらそれに対して私たちは抵抗しなければならないのに、なぜかね、ワクチンを接種しないと決めた人に対して無用な圧力をかけてないかなと思うんですよ。つまり差別をしてるんですよね。で、ここからね、ちょっとね、今回お話したかったことを申し上げます。今までの話をちょっと忘れて聞いていただきたいんですけども、実は昨日ね、私の親戚が亡くなりました。突然死でした。60代の方です。男性です。奥さんが仕事に行ってパートに行ってね、帰ってきたら部屋で一人で死んでたらしいんですよ。で、この方はね、つい1週間前にワクチン打ってるんですよ。で、ワクチンを打った直後からすぐに副反応が出てね、で、毎日のように体が苦しいと、ここが痛い、あそこが痛いと、もう死にたいみたいな状態になっちゃったらしいんですよ。怖いですよね。で、その後ずっと
そのことをね、苦にして、そして、まあ自殺ではないんですけども、まあ、血管が弾けてね、で、お亡くなりになったのが、一昨日の夕方ぐらいだということなんですよ。死亡推定時刻が夕方5時。で、検視に回すじゃないですか。検視結果としては、死亡の原因は、その血管の狭窄。要するに血管が縮んで、それによって、まあ、死んでしまったということなんですけども、その血管がいきなりね、縮んでしまった原因に何があるかってことまでは調べないんですよ。まあ、ですんで、ワクチンとの関連性は永遠にわからないままということになります。ただやっぱり、家族としてはね、それからそれを知る親戚としては、え、あの人がみたいな感じなんですよね。え、あの人がなんで急に死んじゃったのみたいな。なんですよ。で、考えられる原因で、日常生活に取り入れてないものといえば何かなって考えちゃうじゃないですか。でも検視結果は出てますんで、私たちは死因がね、何によるものなのかってことは何とも言えないです。ただ血管が縮んだことによる死亡ということです。これ例えて言えばね、刃物を持って人をぐさっとやると死んでしまうことありますよね。それに対して死亡診断書、出血多量によって死んだって書かれたようなもんなんですよ。いやいや違うだろ、刃物で刺したから死んだんでしょみたいなね。犯人捕まえてよって話ですよ。でも死亡診断書、出血多量で死亡、ね、犯人のこととかなんとかっていうのは載らないんですよ。それに似てるかなと思いますよね。だからといって今回ね、ワクチンが危険だよって煽るつもりはありません。ただそういう事実があったということだけは、まあ、記録まがいにね、この動画に残しておこうかなと思ってるだけなんですよ。私の考えとしては、ワクチンは基本的には、打った方がいいと思いますよ。それはね、ワクチンパスポートなんて余計なものがなくたってやった方がいいと思います。ただこれも事実として申し上げますけども、じゃあ今回のね、ワクチン。2年前には存在しなかった、少なくとも私たちが脅威に感じていなかった COVID-19 というもの。新型コロナウイルスというものね、これに対するワクチンであるとは思いますけども、でも新型コロナウイルスが何なのかっていう解析が始まって間もない時に、これまたね、何のはっきり言ってね、エビデンスもない、要するに3年5年10年っていう中長期的に見てそのワクチンはどういう効果があるのかってことを分からないままに、半ば強制的に世界中で接種されていると。そしてね、8割以上の人がこのワクチンを打ったところで感染拡大は止まらないよっていうふうな現実もあるわけなんですよ。なのになぜかワクチンが絶対不変のものにみたいになっちゃってますよね。ただ死亡率が下がっているっていうところは、それは確かにそうだと思います。重症化率、死亡率はワクチンによって下がっているというふうな現象はあります。まだ一時的なものとか偶然かもしれませんけど、そういう現象はありますよね。ただ感染は広がることが止まるわけではなくって、それによって、ワクチン接種が済んでる国でもロックダウンは相変わらず起きてるんですよ。で、こういうふうにいろいろと考えているときに、まだ何も分かんないなということなんですよ。だから断定的にこれがこうですよっていうふうに私も言えませんしね。ただここにはそう書いてました、この人はこう言ってますっていう現象はあります。まあ、テレビでもね、なんか白衣着た人が出てきて、もしくはネクタイ締めた人が出てきて、なんか偉そうなこと言ってますけども、どうですかね。連日テレビに出ていた、キャバクラの格好みたいなね、岡田春江さんって方がいらっしゃいましたけども、あの人最近どうしてますかね。あれほど人気を博していた人が、毎日のように出ていた人がね、今もしかしたら出てないんじゃないかなと思うんですよ。私テレビ見ないんで分かんないですけどね。そうなるとね、最初の頃は言い方悪いんですけども、岡田春江さん程度の人でも適当なことを喋って視聴率は取れていたけども、まあ多少ね、現象が分かるようになってきたら、ちゃんと分かる人しかテレビに出て喋らなくなったってところじゃないですかね。岡田春江さんには申し訳ないんですけどね。だからね、マスメディアっていうのはちょっとね、ひどいなっていうところもありますよ。ある時はもてはやして、ある時は叩き落とすみたいなね。これ常念司さんもね、言われてたんですけども、岡田春江気をつけろよと、今はみんな持ち上げてくれるけども絶対にメディアってのは叩き落とすからなみたいなね。
そんな警告を1年ほど前にしてて、まさにそれがそうなったなと思うところなんですよ。それでワクチンの話なんですけども、私のね、身内がそうなったから余計思うんですけども、何もわからないんですよ、それでワクチンである以上異物を入れるわけですから、人生に必要のないものを急に入れるわけですから、一定の死亡率はあります。ワクチンに、どんなワクチンだろうと、どんな注射だろうと、一定の死亡率はあるんですよ。それが2割とか3割っていうふうに高いわけではなくてね、 0.01% とかそれ以下みたいな、ほとんど無視してもいいようなリスクだから、まあ多くの人が活用されるんでしょうけども、でもその中の誰かは強い副反応によってそれを関連とした死亡が起きるってことなんですよ。自分の身の回りに起きてないから騒ぐ人が少ないだけなんですよね。まあだからお他人様がどうなろうと自分の懐は痛まないっていう話なんでしょうね。これ考えると、権力者の方が自分たちの周りに不幸が起きてないから、だから国民一人二人が苦しんだところでどうってことないっていう気持ちとそんなに変わらないんですよね、私たちはね。うん、まあでも今回ね、そうやって突然死がありましたんで、まあ私の身内は今ちょっとこう喪に服してるところですね。で、無理やり関連付けたくはないけども、ワクチンの接種以外には普段と変わったところがなく、そんなね、血管狭窄なんていうね、ことが何の予兆もないまま60代毎日元気に過ごしてましたからね。あの注射を打った日から一気に容態が変わって、明るかった発言も苦しい、痛い、死にたいっていうものに変わってきてね、それをまあ身内の方が克明に毎日のように記録してたというものもあります。これをどう捉えるかですよね。何度も言いますけども、基本的にはワクチンは科学の粋を集めたものです。受けた方がいいと思いますよ。でも一定の、まあ、死亡率なりワクチンによる副作用、副反応率はあります。それは確保しなければなりません。誰にでも何にでも特効薬のように効くものではありません。しかもワクチンを2度打ったからといって感染する人もいてね、だからそれは一定の確率でそのリスクはあるってことなんですよ。まあだからね、自分の身内にそういうことがあっても、まあしょうがないよねって言えって言われたらきついですよね、やっぱりね。これはこれでどうしてくれるんだっていう気持ちにもなりますよね。特にそのお亡くなりになった奥さんはね、毎日のように同じようにパートに出かけていってね、さあ今日は夕食何一緒に食べようかなと思って帰ってきたら、旦那さんが一人でポツンと死んでるわけですよ。どうですかね、家帰ったらいつも元気だった自分の身内がたった一人で誰にも気づかれることなくね、突然死していると。なんでだろうと思った時に、あれしか考えられないっていう気持ちは止まらないと思うんですよ。それがね、やっぱりある一定の年齢いくとインターネットに書き込めるわけでも何でもなくってね、ただ悲しいだけ、癒しはそこにないんですよ。いや、ということでね、今回はタイトルとは全然違うんですけども、ちょっと怖いお話をさせていただきました。それでも私はワクチンは人類全体に対しては有効だと思います。ただその中で一部の人がワクチンに対してあんまりね、合わなくって、まあ、いろんな思いされる不利益を被ることはあるんだろうなと思います。これも繰り返し申し上げますけども、今回のワクチンに関しましては中長期的にどうかってことはわからない。要するに接種して1年経ちました、2年経ちましたって人はいないんですよ。接種して1年未満ですって人がたくさんいるっていうだけなんですよね。だからまだわからない。人類全体でえいやって感じで勝負に出たってところもあります。もちろん開発者の方、本当に細かいところまでね、考えて作ってくれたと思いますんで、そこは本当にね、敬意を表したいところですよね。でもどうなんですかね、皆さん、どんなことにもリスクありますよね。どんなことにもリスクはある。だから今日生きないとね、これがあればもう大丈夫みたいなことは
誰の身の上にも起きませんからね。はい、ということで本日はこのぐらいにしておきましょうか。じゃあ失礼します。